こんにちは。今日は、音楽や楽譜の基礎を、動画としました。まず音楽をゼロから考えてみます。音楽とは3つの要素で構成されています。一つはリズム、一つはメロディー、一つはハーモニーです。楽譜が苦手、音符が読めない、という方でも、いくつかの要素を抑えれば、楽譜を読むことは簡単です。この楽譜は、ある楽曲を参考に、教材として作成しました。瞬時に何の曲だか、わかる方は、楽譜が苦手ではありません。さあ、順番に見てみましょう。まずリズム。リズムという言葉を検索すると、音の強弱などの、周期的な繰り返しによって表される秩序、律動、韻律、調子、節操とあります。この時点で、うわぁ、難しそう、と諦めてしまう方もいるかもしれません。でもね、基本的にこの5つのフレーが分かれば、それだけ、と言っても過言ではないくらい、リズムの表記はシンプルです。次にメロディー。検索すると、このように解説されていますが、概念自体がわからない方は少ないと思います。ただし、楽譜が苦手という方や、音楽が苦手という方の中には、メロディーだけで楽しめるのが、音楽だと感じている方もいると思います。リズムと、メロディーとは違う。軸が違うものとして、感覚的に理解できない場合。どれだけやっても、楽譜が読めないと、感じることも多くなると思います。ウィキの中に、興味深い一節があります。世代によっては、童謡や唱歌を音楽教育の導入として親しんだ方も多くいます。山田耕作さんの曲に限らず、日本歌曲、演歌、歌謡曲などは、日本語の発音に合わせたメロディーによって作曲されている曲が多く。このあたりも、メロディーとリズムの区別を楽譜上で実感として理解できない方が多い原因かもしれません。最後に和声です。英語ではハーモニー。音楽の歴史の中では、一番最後に要素として加わったと言えるのがハーモニーです。歴史については、様々な研究によって、古代ギリシア文化に端を発する、西洋音楽の歴史の中に、興味深い歴史的な経緯を見つけることができます。その歴史とは、キリスト教による芸術文化の抑制と、ルネサンス期における解放と同意義ですが、興味のある方は調べてください。ハーモニーも、特段説明しなくても、理解できない方は少ないと思いますが、簡単に、その存在意義を解説するとすれば、楽器や人の声が、複数で鳴り響く時の、心地よさを追い求めたのが、ハーモニーです。参考例として、クラシックのオペラの歌と、楽譜で解説してみます。プッチーニというイタリア人が作った、トスカというオペラの中に出てくる歌です。ちょっと見てみましょう。オペラは、物語があり、その中のワンシーンがこの歌です。この動画は、オペラの紹介ではなくて、音楽の要素がテーマですので、細かい解説は省き、ポイントだけの紹介とします。まずワンポイントは、陰謀によって、死刑が決まっている。そしてもうワンポイントは、星が光っている。という2点です。楽譜を見てみます。今回は、この楽譜の5小節目までを紹介します。まずハーモニー。ハーモニーは空気感や感情を表すのにも有効です。自然界に音楽のように音が響くわけではありませんが、感情は音に表せます。ここでは死へ向かう暗さをロ単調の和音、そして絶望感が低音部のロで表されています。その2小節だけ聞いてみます。いかがでしょう。この2小節で、死刑への絶望を感じませんか。次に、3小節目と、4小節目のリズムとメロディを見てみます。死を前にして、星が光っているのを、見るのがこの部分です。星は、当然上に見えます。
空を見上げたとき、キラッと光る星の感じ。上に向かう旋律と、細かいリズムの変化で表されています。そしてイタリア語で、星は光ぬと歌い始めます。死刑への絶望、そして星が光る様子。リズム、メロディー、ハーモニーがあるから、すべてを音楽で表すことができています。今日は音楽の基本要素と具体的に曲の中ではどう扱われることがあるかを確認しました。よく見てみると、歌の音とリズムはとてもシンプルです。この楽譜を見て音符がわからないという人は少ないのではないでしょうか。日本語の曲や合唱曲になると言葉が日本語なので意味がわからないことはなくなります。今日のおさらい。音楽はリズム、メロディー、そしてハーモニーで構成され、それらは別々のものであり、それが音楽の魅力です。ご覧いただき、ありがとうございました。